りょうへいさん、あ、ちょっとチャンネル名を変えませんか。何、ヒロト TV は。ダメです。あー危ない、蹴ってねえや。いや、お前なんでその自信があるの。まあ自信はあるっすよ。やっぱ YouTube に対しては自信はありますよ。ダメですか。まず、動画消す、忘れ物する、遅刻する、すね毛が濃い、ひげが濃い。お前脱毛だって言ってねえんだろ最近。いや、ちょっと忙しくて仕事が。だろ、やっぱね、はい、見た目から無理だよお前は。じゃあ良平 TV でもいいんじゃないですか。いや俺はやんねえ。でお前はなぜそうしたい。ここでまあ下克上したいな。あ、下克上して奪い取りたいってことね。いやだから僕つけさせた俺に。そうっす、下げんなよ。こっちは二日目なのによ。前原さん、ありがとうございました。ありがとうございます。この度はありがとうございます。なるほどね。で、対決しようかな。はいはい。思います。じゃあ、翔平さん呼んでくれば。やってくれるかどうか知らねえけど。翔平さん。何？チャンネル名を変えたいんですけど。いいんじゃない？なんでいいの？なんでいいんじゃない？俺は止めたぞ。いいんじゃない？おい、本人オッケーしてどうすんねん。え、何にすんの？ヒロト TV です。ダメっす。あ、なんだ、翔平 TV のなんかこう名前をちょっと変えるんかと思った。あ、翔平 TV 埼玉野球チャンネルとかじゃなくて、なんか別の名前にするんかと思った。あの、俺にちなんだやつ。あ、そういうことね。うん、あ、なるほど、ね、まさかの君の名前はちょっと赤いでしょ。絶対ダメでしょ。そういうと思いまして、コメント欄でも多分ちょっとね、さすがにそれはってなると思う。絶対なると思う。多分みんな知ってるから、君のほんと監視してると思うよ。どうすんの。勝負してもらえませんか。勝負、え、相撲。相撲は100で負けるっす。相撲っすかね。よ、横綱。横綱になっちゃう。いきますよ、相撲。相撲だったら100で負ける。じゃ、何準ピッチャーで、翔平さんがバッターで勝負しますよ。いやいや、大丈夫、逆に大丈夫。勝ち目ないよ。やりますよ。そう、はい。どっからその自信が来るわけ。やべー、殴りてー。ねえ、自信ねえ。これ自信ねえやつ、これカメラ、え、待ってんのこれ。待ってます。おい、盛大に3台も使ってね。ふざけんなよ。3台も使ってこれも来たら恥や。普段から恥かいてるよ君。まあ10打席勝負してもらいたいな。10打席すんの長っ。翔平さんが3本打ったら勝ち。3本以上ってこと。3本以上。おお、余裕じゃないじゃん。お前もう3本までで止めといた方がいいぞ。3本まで。どうせお前その後もう勝ちなくてメンタルやられるだけだ。3本打たれたら負けにしとけ。もん3本打たれたら負けで、10分の2だ以下なら君の勝ち。勝ち。ヒロト TV。はい。ああ、え、対、別にロンティでもいいじゃん。ロンティは負ける。ロンティでもいいじゃん。お前ずる。ロンティでもいいじゃん。ロンティは負ける。いや同じだと思うよ、対決もロンティも。いやいやいや、ピッチャーは球速だけじゃないんで。俺防具つけさせられたってことはこいつの味方しなきゃいけない。そうだそうだ、俺嫌なんだけど。サインとかもちゃんとやんないと。じゃあ俺はヒロト TV に、ヒロト TV にしたいってことでしょ。リード。いや俺、違う何も聞かされずに防具つけさせられてるから。そうだろ。うん、あの先輩に対してね、先輩さん防具つけてくださいよっつって。お前後で防具つけ直せ、思いっきり殴りまくってやる。最悪だ。まあ別にいいっすよ。お願いします。無謀だと思うけど。俺も思うよ。うん、貴重なゴールデンウィークこれ。貴重なゴールデンウィークこれですか。ねえ、ほんとよね。もし打たれたら何が足りないっていう。何、全部足りない。全部足りないよ、初めから立ってるの。ほら、いや早くやろうぜ、もう時間ないから。さすがやっていきます。はいよ。はい、はい。ということで対決のルールはこちら。10打席中3安打で翔平の勝利、四死球は安打に入れます。これはヒロトから提案がありました。ただ2安打以下ならヒロトの勝利、ヒロト TV に改名です。さあ1打席目です。さあどんなボールを投げる。ヒロトもね、新しいグローブ買ってピッチャーやる気ワンマンですから。はい、初球変化球から入ってボール。続く2球目はこれもね外に、まあ低めには集まりましたけどボール。さあ3球目、両辺真ん中に構える。バットを引く、ストライクが入らない。さあ3ボールとなって、もうね打つ気ないのにもかかわらずよ、翔平さんがいきなりの四球です。まあ、四球はね、さっきも言った通りヒット換算なのでこれヒット1本目となります。
これは外にいいボール決まったんじゃないかなと。はい、ストライクです。はい、お次の2球目は打ったー、ガツーンと、よいしょー、はい、はい、もうね、左中間へのクリーンヒットですね。これで2安打目です。もうあとないよ、ヒロト。もうお前これで抑えるとダメだよ、はい、どうすんだ。さあ3打席目、ここまでね2ボールですね。うん、早々と決まってしまうのか。はい、ただこれ、おお、ファールか。くるくるっとした打球、ファールです。はい、これも高めのボールを軽打でセンターに運ぶが、まあね、これはねちょっとエラーとはなってしまいましたが、アウト判定ですね。はい、まずワンアウトを奪います。まあそれにしてもね、あとはないですからね、ひろとくん。はい、変化球でタイミングを外していきます。はい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 、さあワンストライクですよ。ここまで翔平さん意外と早打ちかな。うん、はい、これ抜けたボールだったんですけれども、まあ、逆に良かったのかな。うん、目線はずらせたのかなっていう、ヒロト目線的には。はいはい、これまっすぐ、まあね、これをねノーストライクから打ち行ってますからね、翔平さん、ね、余裕ありますね。はいはいはい、まあセカンドフライとはなりましたが、まだまだ翔平さん有利ですね。半分終わりました、折り返しです。これど真ん中、ど真ん中、翔平さんまた初球打ち。これはねさすがにちょっとレフトフライかなと。はい、さあ残り4打席、ヒロト抑えてきますよ。これも初球打ち、はい、サードゴロ、じわじわヒロト追い詰めます。だね、翔平さんここに来てもう分かると思うんですけど、初球から打ってくれてるんですよね。はい、ショートゴロでまたまたアウトに。さあ残り2打席どうなるか。ここで、あ、いや初めてかな。はい、ここで初めてね空振りですよ。空振り奪います。さあ三振奪うことできるか。はい、これもよいしょー、完璧に捉えましたね。軽打なんですけど完璧、延滞取りツーベース。はい、ヒロト敗北です。膝に手ついてますね。はいはいはい、まあね終わりなんですけれども、まあ翔平さんがもう一打席当選なら10打席ということでやってくれました。フルカウントですね。3ボール2ストライク、これはいいボールだったんですけども、翔平さんカットしに行きます。引き続き3ボール2ストライク、両平を大きくと指示を出しております。真ん中構えてるが、はい、もう完璧に外れました。最後は四球で締まらずに終了です。はい、お疲れさまでした。負けました、惨敗です。めちゃくちゃつまんなかったですだって構えたとここねえし、まあちょっと勉強だね。まあ勉強ですね。じゃあこれで何、さっき言ってたなんかなんだっけ、チャンネル名がなんちゃらかんちゃらのやつはなしでいいですか。次はバッター立っていいですか、翔平さんピッチャーで。はい、お前の教育してくれよ。いや、あのさ、まあまあまあもうやだ何俺はキャッチャーやりたくねえじゃピッチャーやる。無理無理無理。何、対決。対決やったじゃん今。それを逆にして。いや、もうさ、片通の先輩にさ無理させてまあそこまでしてチャンネル欲しいガメツイクショダル分かりました、やんないですよ。そもそもピッチングでダメなのに、なんでダメならじゃあバッターでってなるわけ。意識低い、もともとバッターだったんで、バッターで勝負してきた。じゃあ初めから投げてくれって言え俺に。しょうがねえな。ただね、5打席にしようお願いだからじゃあ5打席にしましょう。マジで本当に肩心配だから。いいか、はい、翔平投げて。無理だろ、どう考えたってそれが一番。投げてください。マジで言ってんので、ヒロトが打つの。マジで言ってんの本気で投げれないチャンネル登録、コメント、グッドボタン。
翔平 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。